高い、8点。100均のだとあんまり反応してくれないから、もうちょっといいものを買ってみた。Amazon で結構売れてそうだったので、ビアンズって読めばいいのかな。まあ、このメーカーの、これ、いろいろ書いてあるけど、静電容量式のタッチペンです。ペン先から微弱電流を流して、タッチパネルの反応を良くする、っていう商品です。なので、充電は必要だけど機種問わず静電容量式なら使えるということらしい。モデル名書いてあったわ。重さ 13.2g、気持ち重いかな、金属製だしね。バランスは、ちょっと先の方が重めだけど、ボールペンとかと変わらないかな。二次元コード、よく見たら QR コードじゃないんだね。iPhone の標準カメラアプリだと、データマトリックスは読み取れませんでした。てか、いつの間にかバーコードも読み取れなくなってるんだけど。中身はこんな感じ。黒いのは Type-C から充電するときの変換アダプタ。そして、手袋。画面に手を置くと反応しちゃうから、この手袋をしてね、っていうことらしい。予備のペン先と充電ポートのキャップの予備までついてました。やっぱりなくすよなぁ。というか、取説に手袋のこと書いてないんですが。でかくて黒いから、最初とんでもないものが混入してるって焦ったので、記入してほしいわ。内容一覧と内容物が違うけど、多いから問題ないって考えなのか。本体だけで残量がわかるの、結構便利かも。ペンのお尻、タッチセンサーを2回タップすると、オン、オフが切り替えられます。一応説明書にそれっぽいことが書いてあったけど、わかりづらい。手袋はフリーサイズとかじゃないね。お子様向けかな。ちゃんと充電できました。15分くらいでフル充電、10時間くらいは使えるんだとか。ペン先は回せば取れます。こうなってるんだ。おまけでこんなものも入ってました。 1% とか書いてあるけど全部に入ってたりするんでしょ。何のギフト券だろうか。もう1本買う予定なら協力してもいいかなとは思う。標準アプリのフリーボード、アップルペンシルのみで描画だと全く描けません。これは指で描くのと同じ反応なので、このペンに特別な要素はないんですね。本体設定からアップルペンシルのみで描画をオフに設定します。あれ、電源は入ってるよな。あ、ペンを選んでないだけか。ちゃんと書けました。遅延ゼロとか書いてあったけど、若干反応が悪い気がする。こういうものなのかな。書き心地とかは、画面に貼ってあるフィルムで変わるから難しいけど、分厚いものは反応が悪くなるらしいね。指だと違和感ない。先が細いせいで細かく見えちゃうから気になるんだろうね。あとは端末の能力とかも関係してくるかも。第6世代の iPad は 4,5 年前のモデルだしね。
垂直だと反応しない。ペンを少し寝かせた状態じゃないと反応しない。先が細いけど先端からは微弱電流は流れない。あとペンで描く角度も重要。ここからペンシルの設定できたんだ。で、角度というか向きのことなんだけど、逆さまにして描くと、ペンの位置と描画される位置がかなりずれる。わかりづらいけど、描きたいところに線を引けない。ペンを押し当てた場所とずれるのは描きづらい。ペンの角度というか見てる位置が問題なのかも。わからん。液晶が奥まってるからその分補正がかかってるのかも。アイビスペイントの方でも試そう。こっちはアップルペンシルのみで描画の設定をいじらなくても描けました。標準ソフトじゃなければ特に気にする必要ないみたいですね。だけどこっちは反応が気になるかも。まあ慣れれば問題ないか。思った場所に描けるし、線も途中で途切れるみたいなこともないし。